はい、えー、今回は Vegas Pro 16のアップデートで作れるようになった被写体の動きに追従する文字の作り方をご紹介していきます。タイムラインにはこんな感じの素材を配置しています。女性が歩く後ろ姿の素材となります。この歩く女性に追従する文字を作っていきます。まず、イベント FX。ベジェマスキングを追加します。そして追尾する範囲を選択します。 今回は、このカバンを追尾するように設定します。マスクを、カバンの位置に合わせます。この時、タイムラインの時間を動画の一番最初に移動しておきます。そして、調整ですね。 こんな感じでカバンを囲みました。そしてマスク1、トラッキング、スタート。これで追尾の解析が始まります。自動的に時間が進んで1を解析しながら設定していってくれます。このトラッキングの処理なんですが、場合によっては途中で止まってしまうことがあります。例えばこの追尾している部分、動きが激しすぎるとたまに選択範囲が外れてしまう時があります。 こういった時には止まってしまいますので、止まった時間、この選択範囲が外れた時間に移動して、選択範囲を修正して、そこからトラッキングスタートをすることで、解析を再開することができます。これで解析の処理が完了しました。再生してみると、こんな感じですね。マスキングした範囲が。 カバンに追尾して移動しています。綺麗に追尾していますね。これで追尾の設定が完了しました。次に、このベジェマスキングの設定。一般設定から、ブレンドの数値を上げます。すると、全体を表示させることができます。この状態で文字を乗せていきます。このトラッキングした素材を選択して、ツール、 スクリプトの作成、Add Text to Motion Track を選択します。これがアップデートで追加された項目となります。クリックすると、文字の配置位置の調整が出てきますが、そのまま OK を押すと、こんな感じで、トラッキングした部分を中心に文字が作成されます。再生すると、こんな感じですね。カバンの動きに合わせて文字が追尾しています。 そして文字を調整します。生成されたメディアから文字を打ち替えます。打ち替えて色を変えて、サイズも変えつつ、フォントも変えます。 こんな感じですね。そしてこのフォント1の項目もあるのですが、この1の部分で動きを設定していますので、ここの1は触らないようにします。これで文字の設定は閉じます。こんな感じですね。そしてこの文字の配置の設定は、この文字を配置しているトラックのハンバーガーメニューからトラックモーションを選択します。 このトラックモーションで文字の位置を調整します。これで完成です。こんな感じで簡単に被写体の動きに追尾する文字を配置することができます。なかなか使い勝手の良い,い演出ですので、いろいろと試して作ってみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。